皆さんどうもこんにちは。最近暇すぎて死にそうな、ジャンヌです。今回は久しぶりにスマブラをやっていきます。相手はガオガエンです。あまり戦ったことがないので、戦い方がよくわかりません。はぁ、さすが2連続はさすがにキモい。おまけに結構負けてるし、カウンターも受けるし、あーもう最悪。あーもう、イライラするなぁ。いや、ここからが本番だ。回避、横スマ、ガードされたぁ。いや、まだまだぁ。よし、逆転した。このまま攻撃し続ければ、とりあえず1ストック削れる。そ、外したか。あ、やばい。でもこれくらいなら、よし、復帰したぞ。距離を詰めて攻撃。もっかい攻撃、ここまでしたら復帰できないだろ。よし、まず1ストック削ったぞ。そしてしっかり煽る。おっと。おっとっと。まずは DA。次に空横。そしてメテオ。あ、外してしまった。さすがに今のは避けられるか。なるべくストックを減らさないでおきたい。今回初のアルセイムです。アルセイムが出てる間にダメージを稼がなければ。ち、外したか。悲しみの向こう。くっそ、やってくれるじゃねえか。それでもまだこっちが勝ってる。くした。あ、ミスった。これはまさか、じめずる。いやー、勝手に落ちてくれましたね。まだこっちもあまり削られてないんで。くした、DA。もう一丁、そして横スマ、それもしっかり外してく。くした、距離を詰めて、もっかいくした。カウンターした後は隙ができますね。でも逆に食らうとさっきみたいになるからね。よし、これで少しずつダメ食らいますね。それで 55% 超えればいけそうだな。あぶね。今の攻撃してたら後で絶対逆転されてたぞ。トリマガンで地味に削って、うわ、またジャスがしてきたよ。あ、やばい。このままだと逆転。忘れないのか、まだ1ストックスあるもんね。そしてまたアルセイムが出てきたからガンガン削っていくよ。よし、80% 超えたぞ。あ、やばい。でも耐えたぞ。念のためのカウンター。チェック外したか。まあでもいい。もうフィナーレだからな。悲しみの向こうへと。なんかフィナーレとか言ってすいません。でも、もう蹴りはつける。上スマ。空中での攻撃はせずに。横、スマ、だー。よっしゃー、大勝利。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も忘れずに。それでハバイ。